本作、海洋を制するものは、1933年に制作された竜巻に始まる連作、太平洋の完結編となる一作です。本作が描かれた1936年、ロンドン海軍軍縮条約を脱退した日本では、軍艦の建造が急ピッチに進み、いよいよ戦時色が色濃くなってきます。 本作の制作にあたって劉氏は軍艦建造に活気づく神戸の川崎造船所へと取材に向かいましたそして劉氏は造船所の様子を次のように記しています潜水艦には忙しく職人たちがありのように取り付いていた工場の活気は秒打ちの電気ハンマーの大公共が機械の美を強調している 暑いといえば太陽の熱よりも何百か何千かの電気ハンマーの騒音が伝える熱度がそれだと造船所のスケール感と熱量に高揚感が抑えられない様子です。本作ではそのような造船所の職人たちの熱気が宗教的なテーマを持って描かれています。 画面右の職人は憤怒の表情を示し、溶接のアークを火炎のように背負い、まるで不動明王のようです。その横の職人たちは、脇地を務める聖鷹とこんがらのように見立てることすらできます。粒子は仏画の様式で気迫あふれる職人の姿に超人的な力を 象徴的に表そううとししたのでしょうなお画面内の建造中の船は右側が潜航艇中央が巡洋艦左側が給油船を描いたと粒子は説明しています。日本画において近代兵器を積極的に作品中に描き込もうとした意欲的な一作です。